大事ですよね。バットが出てきます。今コースは66キロになって、振っても当たらないぐらいですので、まず、初めはバットの感覚で、この空間になるのを見て、それでちょっとずつ当たってきたなと思ったら、だから、まあ、でもそれ再現すると怪我するんですよ。そこまではいらないです。じゃあお願いします。おととい未来館行って慶応メディアデザインに何出してもいい、並んでてもいいんです。並んでください。並ぶスペースを決めた方がいい。そうですね、あ、撮影しちゃったり立ってみたりすることしたくなっちゃう。はい、これこいつはおかしい。あ、振動、振動ってちょっと待って、ここでこの部分がこっちで、これがこちらで今並んでる。あ、待って、じゃあそうしましょう。はい、ここにで、ここに並んでる。ここに並んでる。もう少し下の方で打った方が、これ野球部出身だよね。あ、これすごい。あれ165キロですからね。これでも遅い。全然遅いです。もう本当に165キロとかはピッチャーが投げた瞬間に振るぐらいじゃないと思ってないけど、振ってほしい。到達時間は 0.4 高め。でもこれ細いバグなんで、全然僕もやったんですけど、1球も当たらず。最後カーブ100キロで止まってきます。バットが重くなってくるのが分かりますか？縦の4分の1で頑張ってホームランを打てるって頑張ってください。12キロで頑張ってください。どんばん。あ、すげえでかくなってる。あ、これはファミスタさん。どうしてもこう本格的なものが面白くない体型になるので、最後打てますよっていうのが、まあ、イージーモードです。イージーモード。イージーモードでも打ててます。これでも遅いぐらいです。